はい、こんにちはす。レトルトと申します。メンヘラフレシア実況プレイ、始めていきたいと思います。前回は一人目の女の子の姉モネちゃんをクリアしまして、残り4人女の子が残ってるので、また違った女の子をクリアしていこうかなと思います。さ、残り4人ですが、姉モネが結構なんかお嬢様系だったので、ちょっとなんかキャピキャピしてそうな子をなんか選びたいんだよね。なんかタイトル画面っていうか、あのオープニングのとこにチラッと映った子的に、このアジサイ、青色っぽい子が、キャピキャピ系なんじゃないかなとちょっと俺予想しました。アジサイだ。まあ、でも結構落ち着いている花のような気もするけどね。でも毒があるからね、アジサイの、アジサイじゃない、それ朝顔だったわ。アジサイ雨が似合うその花は白状なまでに様々な色に変化し、現世をうろ、移ろいゆく。わし、相変わらず詩人ですね。アジサイってどんなイメージあるだろう。梅雨に咲く花。まるで人の心のように。その道の果てにやがて猛毒の花を咲かせるのだろう。どうなんだろう、アジサイって。なんかキャピキャピとは結構離れてるけど、あんまなんか髪の毛の色とは、かかりないのかな？カロンさんプレゼンツ。また始まりましたね。この花がね、なんかラフレシアの花を咲かせるんですよ。猛毒の赤い臭い花をね。まあ、結局あのお嬢様も、まあメンヘラだったね。うん、メンヘラの領域超えてますけどね。人を殺すことに快楽を覚えるようになっちゃったんで。え？ああ、見本見。あ！キャピキャピっぽいね。後輩っぽいですね。めちゃめちゃセーターのサイズでかいな。その可愛らしく微笑む少女は、あ、可愛いぞこれ。いいねいいねいいね。無垢な瞳の奥に陰る悲しみででいいのかな。あ、この子も可愛いな。まあ、前回のお嬢様も結構俺好きだったけどね。萌え袖ですよ、萌え袖。あなたを惑わせる。惑わされるのかな。結構攻略するキャラクターによって主人公の性格とかもちょっと変わってきそう、設定とかさ。うんうん、いい。この子はなんか病んだりな。あー、でもなんかシンプルなメンヘラなかな感じがするよね。今ここに猛毒の花を咲かせよう。シンプルなメンヘラな気がする。他の人と一緒になんか行かないでよみたいなさ、歩かないでとか喋りかけないでみたいなさ、そういうこと言いそうですね。みほみあじさい、みほみちゃんっていうの、もうものすごく噛みそうだからマジでやめてほしいんだけど、みほみちゃんね、みほちゃん、みほみちゃん。季節は秋っぽい。今日も一日お疲れ様。今回は学生か。てか、前回も一応学生だったけど、なんか大学生感があったよね。学校は終わって、いつもの夕暮れ。なんてことはない。僕の日常だ。あいつさえいなければだけど。あいつってのはいじめっ子のこと？それともみほみちゃんのこと？あ、みほみちゃんだな、これ。結構厄介な感じなのかな、主人公にとってはこの子が。ぴょこ？ぴょこ？カエルのように登場した。イタロウお兄ちゃん、一緒に帰りましょう。これはちょっとうざい系の可能性あるな。まあでもキャピキャピ俺求めてたから、そう、このいつも通りうるさい奴がいなければ。まあでも慕ってくれてるってのはありがたいことだよ。こいつはみほみ、僕のストーカーみたいなものだ。ストーカーか。まあでも今までのヤンデレホラー劇場っぽいキャラクターだよ一番。ねえねえお兄ちゃん、イタロウお兄ちゃんったら聞いてるの？もうもう無視しちゃやだ。主人公喋れないからさ、ドラクエの主人公的な感じで。ミホミンは、ミホミンはただイタロウお兄ちゃんと一緒に帰りたいだけなの。ちょっと二人目で攻略するにはちょっとこの感じ早すぎたな。うるさい、勝手にしろ。ちょっとお兄ちゃんっぽいぶっきらぼうさを出していこう。わーい、お兄ちゃんありがちょう。ありがちょうって。イェイイェイ、
お兄ちゃんと一緒の帰り道だぞ。なんかザキヤマみたいな感じかな。お兄ちゃんぺっちゃんこイエーイ。てへへ、なんだぺっちゃんこって。久しぶりにお兄ちゃん見つけたから、みほみんはテンション上がっちゃった。少しみんな、ほんの少しイラッとしてんだろうな、きっと。だってみほみんは、今日すっごくお兄ちゃんに会いたかったんだもーん。そうか。あ、そうだ。あのね、あのね、お兄ちゃんはみほみんの秘密聞きたい？秘密。それは気になりますね。秘密ってワードは俺結構、やっぱちょっとなんか気になるとこっていうかね。知りたいって言われたらもう、ちょっと教えてっていうかさ、ちょっとでもなんか、そういう話聞かれたらもう聞くまで、教えてくれるまで俺聞きたくなっちゃう人だな。うふふふ。みほみんはね、みほみんの秘密。あ、はい。お兄ちゃんのことが好き好き大好き。知ってた？まあ、慕ってくれるっていうことはまあ嬉しいことではあるな。やっぱでも言って。ストーカーもそうだよね。みほみんはお兄ちゃんに続行なんだよ。お兄ちゃんもみほみんのこと好き？もちろん好きだよね。好きってことでいいや。まあ、ここら辺の選択肢あんま関係なさそうなんでね。お兄ちゃん！本当に？やばいな、この子ちょっと、メンヘラをこう、メンヘラっていうか、単純にうざキャラな感じだね。嬉しい、泣いちゃう。ちょ、伸ばし棒多いんだよ、お前は。いいの、いいの？みほみん泣いちゃうよ。お兄ちゃん！キキ結婚して！これ女の子だから許されてんだよ。男だったらやばいからね。お前が大きくなったらな。大きいだろ、十分もう。もう結婚できる年齢だろ、多分。わかってるよ、キャハ。そんなの冗談に決まってんじゃん。案外、主人公高校生でこの子中学生ぐらいだったりすんのかな。あの日、みほみと出会ってから、僕はすっかり彼女に泣くつかれてしまったようだ。あの日っていつなんだろう。ただ、みほみはすごくうるさい。ので、最近の僕は彼女を避けるようになっていた。でも、彼女に笑顔が戻るなら、僕はそれでもいいかな、なんて。彼女に笑顔が戻る。笑顔が昔なかった。そんな風に思っていた。なんか悲しい過去があるとすれば、ちょっとそのうざさもね、なんか許そうかなって思えるようになるよね。まあ、プロローグというか、はじめはそんな感じか。何かあの子にはあると。みほみアジサイ。そっか、アジサイだもんね。なんか闇を感じそう。悲しみというか、そういうものをアジサイの花から俺はちょっと印象を受けるんだけど、どうなんですかね。あ、また。またなんか旅館風の家に、実家に帰ってきましたよ。ふぅ。僕は家に帰ってきて、テレビを見ながら落ち着いていた。うわ、来たなぁ。ついにこの聖域に入ってきたなぁ。チャイムが鳴った。誰だ、こんな夜遅くに。僕はまだ食べている途中のカップ麺を置いて玄関に向かった。カップ麺を食ってるってことは、親とかは、そっか、天涯孤独って言ってたもんね。共通の設定なんだとしたら。みほみちゃん来たんじゃない？来ましたね。夜も制服ですね。いたろお兄ちゃん、こんばんは。遊びに来ちゃった。上がってもいい？親御さんが心配するでしょ。ダメだ、親が心配するだろ。ひどいお兄ちゃん。バカバカバカ。いいもん。じゃあ勝手に上がっちゃうもんだ。プンスカプン。レトルトの怒りのボルテージが上がっていくぞ。今俺は弱く溶かした。おー。前回のお嬢様は上がってこなかった領域に入ってきましたね。お兄ちゃんの部屋広い。だって布団がもう二組あるからね。ねえ、お兄ちゃんお願い。みほみんと一緒に寝よ。あ、寝ます？みほみんをかくまってほしいの。少しの間だけでいいからお願い。みほみんお家帰りたくない。みほみんは今は家出少女みほみんなの。違う、マジカル少女じゃないの。もう何を一人でこいつは騒いでんだ。どうせお兄ちゃんの親しばらくいないんでしょ。この前言ってたよね。おー、なんか海外出張とか、そういうなんかギャルゲーよろしくの設定なのかな。今日だけ特別だからな。わーい、いたろお兄ちゃんのお家お泊まりするの初めて。
楽しい楽しいお泊まり会だね。アジサイの花が今日散ることになるかもな。さっさと寝ろよ。寝たら静かだからね、どんな子も。もう分かってるよ。みほみもう子供じゃないもん。プンプン。あ、眠たい。普通こういうとこなんかあんじゃないの？なんかちょっとそういうのあんじゃないの？俺待ってるよ。ただ寝るだけじゃないでしょ？なんかあるんでしょ？一枚絵入るんでしょ？サムネに入る一枚絵が。みほみは疲れていたのか、眠たそうにしていた。みほみを止めてやるのは今日が初めてだった。昨日からしばらく親は旅行に行っている。なんか結構設定がもう違う感じするね、この主人公自体の。だから特別だ。みほみが家出するのは珍しいことじゃない。どうせまた親御さんと喧嘩でもしてきたのだろう。喧嘩しそうやな、こいつは。もう今日は眠ろう。僕たちは隣同士のお布団で眠りについた。うん。親の布団だったりすんのかな、今の。特に何もなく、健全な一日だったな。ものすごく残念です。これはアジサイ？アジソンじゃないよね。メンヘラフレシア。ミホミアジサイ。5人攻略して、なんかパスワードみたいなのもらったけど、5人攻略したら何が見れるんだろうね。あ！どうした？主人公これ。すごい重低音の BGM が。何か聞こえる。僕の耳を蝕む音。どうしたどうした。頭が痛い。重たい音。その一言一言が僕の心を蝕むような、何かを壊してしまった時のような。ジム子は何か言ってる。隣寝てんのはあのみほみちゃんだよね。夢？ヤンデレゲーム名物、少しずつ何か日常が、わーなんかレイプ目みたいなさ、焦点合ってないよ。みほみアジサイ、日常がどんどん崩れていくんですよね、ヤンデレゲームって。あ、そろそろ芽が出そうですよね。はい、咲いた。でまずつぼみになって、そして赤い花を咲かせると。ラフレシア風のね。今んとこまだ大丈夫、今んとこ大丈夫ですよ。まだまだ、いや、なんかメンヘラっていうワード、メンヘラって感じの子ではないよね。おはよう、お兄ちゃん。今日も学校だよ。一緒に行こう。あ、そうだ、みほみんは腕によりをかけて朝ごはん作っといたから、ちゃんと食べてってね。絶対まずいよ。キャハ 100% まずいよ。食べたらきっと今日一日みほみんと同じテンションだよ。そんなテンションで過ごしたことない俺。今日もうるさいみほみと一緒だ。しかも一緒に登校することになるとは。なんかもう炭とかした目玉焼きとか置いてそうだな。まあでもここで料理スキルが実は高いみたいな、そうポイントをね、稼いでってほしい。なんとこ見た目が可愛いぐらいだからな、この子。みほみのクラスあっちだから、じゃあねお兄ちゃん、頑張ってね。帰り一緒に帰ろうね。同じ学校ってことは高3と高1ぐらいだったりしそう。うん、あんま年は離れてなさそうですね。少しずつちょっと設定を理解していこう。さて、主人公はいじめられてないかな。ルンルン、お兄ちゃんはみほみんのことが好き。お兄ちゃんはみほみんのことが好き。幸せ。体育大嫌いだけど、お兄ちゃんがみほみんラブって言ってくれるならみほみん超頑張る。ん？お兄ちゃんの声が聞こえる。これ学校でやってほしくないな。人前でベタベタするって。めっちゃストーカー。超見てる。あれ？お兄ちゃん誰と話してるの？おや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 ？あ、この前一緒にいた人か。確かお友達って言ってたな。お兄ちゃん、
とっても楽しそう。これはシンプルなヤンデレ要素きましたね。なんだかとっても楽しそう。お兄ちゃん楽しそう。お兄ちゃん楽しそう。お兄ちゃん楽しそう。何回言うんだよお前。大事じゃないぞ。本当にただのお友達なの？本当にお友達？本当にお友達？本当にお友達？3回繰り返すのやめろ。大事なことは2回までだぞ。わー、はい、もうこれメンヘラ来ましたね。通常メンヘラヤンデレの順なんで、お嬢様もヤンデレの領域まで完全に行ってたけど、この子はせめてメンヘラで止めてほしいよな。今のお友達っぽい女の子殺されちゃうのかな。さあ、また家に来たりすんのかな。あ、また旅館に帰ってきた。旅館の鍵がもう置いてあるもんね。あれからというもの、美穂美はずっと僕の家に泊まっていた。おや、家に帰った方がいいよ。連絡はしてんのか。さすがに僕と一緒にいたいというよりは、ただ家に帰りたくないだけだろ。こんなん学校にしね、連絡行ったらすげえ怒られちゃうよ。美穂美を助けてやりたい気持ちはあるが、家庭の事情に他人が首を突っ込むことはできない。僕にはこうして一時的な居場所を作ってあげることしかできなかった。みほみの頭をそっと撫でる。こんなことで救われるとは思えない。けど、救われる。やっぱなんか問題を抱えた子なんだな。僕にできるのはこれくらいなんだ。今日だけはしばらくは僕の元にいる間は。安心してお休み、みほみ。まあ、主人公にとってはなんか妹って感じなのかな。最後の選択肢でおそらくバッドとハッピーエンドに分かれんだろうけど、今回こそバッドから見たいよな。エンディングが流れる、流れないエンディングから見たいというか。メンヘラフレッシャー、ミホミアジサイ。あら、ここからなんか、ここいらからちょっと展開が変わってきそうですね。あ、またか。何か聞こえる。僕の耳を蝕む音、重たい音。また何か言ってる。俺は隣で何か言ってんのかな。お兄ちゃん、お兄ちゃん起きて。これはうなされてたよみたいな。ねえお兄ちゃん、みほみん、今日はお兄ちゃんとぴっとりして寝たい。一緒の布団で寝てもいい？うん、ありがとう。何も言ってねえよ。いたろお兄ちゃん、あったかい。それにいい匂い。いつでも制服みほみちゃん。お兄ちゃん、もっとギュッとしてもいいよ。お、みほみんが逃げられないくらい。ねえ、みほみんは伊藤のお兄ちゃんの家に住んでもいい？親帰ってくるだろそのうち。なんてね、嘘だよ。みほみんね、お兄ちゃん大好き。どんななんか過去があるんだろうね。それを見るまではこの子なんかただただうざいと思わないようにしようかな。みほみアジサイ、昔はなんか笑顔がなかったって書いてるもんね。もうお兄ちゃんに完全に依存してるんだろうね。そのことによって笑顔を取り戻してるけど、それを邪魔するやつが出てきたら、つぼみきましたね。さあ、真ん中ぐらいまで来たのかな。お、学校だ。お昼休みだ。僕は一人でお弁当を食べていた。すると突然視界が遮られる。来たか、みほみ。誰だ？いや、みほみでしょ。
これがもしも、うんこ。うんこって。お兄ちゃんふざけすぎ。みほみ怒るよ。本当にうんこだったらどうすんだお前。お前、目を塞がれてさ。死ぬぞお前。えへへ。みほみもお昼休みだよ。お昼ご飯一緒に食べよ。みんな見てんぞ、クラスのみんなが。ねえねえお兄ちゃん。今日もお泊まりして、おい!学校で言うんじゃないバカ!帰りにおやつ帰って帰り、おやつ買って帰りたいよ。誰が泊まっていいって言った?みんな聞いてるぞ。こういうのってめっちゃ聞いてるからね。なんだかんだ言ってみんな。今日はお泊まりしちゃダメなの?そんなのひどーい。ものすごく大騒ぎしてんだろうな。ケチ、鬼、悪魔、ヤンデレラ、ヤンデレラ昔ヤンデレラやりましたよ。見てくださいね、みんなさ。みほみんはお家帰りたくないもん。ブー。お兄ちゃんそんなケチだと思わなかった。ま、そんなこと言って。みほみんは上がってるんだからね。なんだかんだ止めてくれる優しい太郎お兄ちゃんだって知ってるのです。ちっとことも主人公走ってないんだろうな。そういえば、今日のホームルームで先生がみんなに告げた話は、僕の唯一の男友達のゆきまるくんが怪我をして、あ、もしかしてさ、このみほみちゃんが嫉妬していた仲良くしてって言ってたのもしかしてゆきまるくん?男でも嫉妬すんの?僕はまた一人の時間が増えてしまうな、と思いながら、いつお見舞いに行こうか考えて。え、男に嫉妬するのはもうメンヘラ度高いですよ、かなり。今みんなその話ばっかりだね。もう目の色どうした？目のハイライト入れてくれ。ゆきまるくんのことはみほみもしてるらしい。学校中で噂にもなってるようだった。ゆきまるくんのことはよーく知ってるんだろうな。でもね、お兄ちゃん、知ってます？お兄ちゃんの友達は裏ではひどいこと言ってたんですよ。みほみんこの前聞いちゃったんだよね。最低ですね。本当にそんなに悲しむだけの価値があったんでしょうか。ボコされてよかったじゃないですか。ボコされたかどうかはまだわかんないじゃん。怪我しただけで。お兄ちゃんに何かあったら大変です。もうこれからは心配ないですよ。ねえねえお兄ちゃん。お兄ちゃんの周りはみんな敵なんですよ。お兄ちゃんはもっと周りに警戒しなくちゃ危ないですよ。でもねお兄ちゃん、みほみんだけはお兄ちゃんを裏切りませんよ。今やってる行動が裏切りなんだよな。みほみんだけはずーっとお兄ちゃんの味方ですよ。まあみほみちゃんにとってはもうお兄ちゃんしかいないから、お兄ちゃんにとってもみほみちゃんしかいない状態になってよっていう感じなんだろうな。まあ、メンヘラの考えっていう感じかな。うん。お!ねえ、お兄ちゃん。お兄ちゃんにはもう、みほみんしかいないんですよ。なんかわかりやすいシンプルなメンヘラだね。もうヤンデレに入ってるかな、これ、そろそろ。怪我させてたらもうヤンデレだよね。血生臭さが俺、暴力的な良さが入ればもうヤンデレと思ってます。ゆきまろくん。メンヘラフレッシャー。みほみあじさい。ゆきまろくん。男でも嫉妬か。それはちょっとなんかやだよね。悲しい音楽が鳴ってるよ。いたろう。あいつ彼女できたのかな。すっげえ羨ましいな。にしても最近つまんねえよな。ああ、俺も彼女欲しいわ。ゆきまろくんじゃないこれ。なんか可愛い子との出会いないかな。あ、君は。ああ、ちゃんか。いや、もう、確定でしょこれ。どう?いたろうとはうまくやって。ゆきまろ先輩。なんだい?なにちゃん。いや、もうほぼ確定でしょ。消えろ。ああはい、ヤンデレ。メンヘラの領域じゃない。ヤンデラフレシアですよ、これ。が、
じゃあ何を。イタロお兄ちゃんに慣れ慣れしくしないでもらえます？邪魔なんですよね。目障りなんですよ。消えてください。悪口言ってねえし。キャハ。完全にみほみちゃんですわ。これはこれはどんな暗い過去、相当の悲しい過去がないとこれもう帳尻合いませんよ。これ今好感度低いよ。みほみちゃんコメントで言われてますぜ。メンヘラフレッシャー、みほみは実際そんな顔しても無駄やからな。さすがに友達を闇討ちする彼女は嫌ですよ。彼女でもない。あ、これはダークサイド BGM。 これヤンデレ他のサクさんのゲームにも使われてた BGM じゃない？これ。うわっ、あ、いやー、やめて、やめてよ。痛いよ、痛い。何でもします、何でもしますから。ん、あ、これはみほみちゃんが誰かに。お前はなんで生まれてきたんだろうな、クソ害虫。これは親に DV を受けてんのかな。クソ害虫みたいな顔しやがって。いや顔は可愛いだろ。お前さえいなけりゃてめえのママと二人きりやり直せるってのによ。これはあれか、ママのなんか再婚相手的なさ、ママの彼氏となんか彼氏になんか今ぼっこされてんだよな。連れ子のくせに生意気な態度ばっかしやがって。子供の分際でお前は本当にどうしようもなくいらないやつだな。死ね、早く死ねばいいんだ。これは保護するよな。ほら早くしろよ、さっさとやれ。え、できない、できません。いや、やだ。は、今なんて言った？やだって言ったか？この前できたよな。なあ、そうだろ。違う、やります、今やりますから。うるせえ、でかいゴン出すんじゃねえ、ゴミが。今何をやらせようとしてんだ君は。おまわりさん、おまわりさん何かやらせようとしてます。ああ、青い。おまわりさんここです。おまわりさんこれ良くないです。児童相談所です。これこれは胸クソ。起こしてごめんなさいお兄ちゃん。大丈夫だよ、起こしてごめんなさい。あ、大丈夫、ちょっと怖い夢見ちゃっただけだから。うなされてんのか。はあ、なんか過去が重すぎてもうなんか許してあげようかなって思えちゃうよね。これみほみあじさい、悲しいなあ。あじさいの花は悲しいね。咲いちゃう、咲いちゃうかい。咲いたー咲いちまったー。レトルトさーん。